フッキングが成功したら魚とのファイト開始だ。テンションが上昇している時に無理に巻きすぎるとラインが切れてしまうことがあるんだ。魚が逃げる方向にロッドを振ってしっかりテンションを下げる。今の見たかい？テンションゲージが下がっただろう。魚の逃げる方向にロッドを振ってテンションゲージを下げながら巻き取る。テンションゲージを下げながらリールを巻き取ることで素早く魚を引き寄せることができるぞ。あと注意は、ラインが緩みすぎるとルアーが外れてしまうことがあるんだ。テンションが下がったらラインを巻き取ってテンションを保つようにしよう。特に魚が水面で暴れだしたら要注意だぞ。大物ほど慌てず、魚の動きをよく見てロッド操作でテンションを下げながら少しずつ慎重に巻き取ろう。ターゲットの体力がなくなるのをじっくり待つのも手だ。ぜひ君も大物を釣り上げる快感をその手で感じてくれ。